今日の質問はこちら。僕の名前はランクルス。 BW の頃はゴチルゼルと一緒にゴチランデッキとして活躍してた。バトル場にいればそれだけで相手だけのグッズを封じてしまうゴチルゼルのマジックルーム。エネルギーを貼れば貼るだけ威力が強くなる技、マッドキネシス。ゴチルゼルがダメージを受けたら僕のダメージスワップでダメ感を移動させて満タンの薬でデメリットを無視して回復させるんだ。どう？強そうでしょ。ゴチルゼルは今でも大事な相方さ。やあゴチルゼル。あら、ランクルス。最近のポケモンはグッズを封じても簡単に130ダメージ出してきて困るよな。こっちは二進化なのに少しは気を使ってほしいってもんだ。ねえランクルス、いつまで BW の話をしてるの？周りを見て。ここはもうソードシールド。もうすぐスカーレットバイオレットだって発売するんだよ。そんなこと言ったって僕は XY を最後にそれ以降カード化されてないし。ねえ見てこの力もらっちゃった。公式にねじ曲げるハンデスだよ。カードゲームにおける手札はいわば命、生命線。その生命線を奪うことができるの。最高だと思わない？目を覚ませゴチルゼル。そんなこと二進化のお前がやることじゃない。なに？嫉妬してるの？ソードシールドでカード化されてないからって嫉妬してるんでしょう。違う。確かにカード化は羨ましいけど、二進化の僕らは V にでもならない限りアタッカーは相当厳しい。ゴチルゼルが一番よく知ってるはずだろ。最近グッズロックしても簡単に倒されること、なんなら進化する前に素早く倒される。グッズロックしても倒されるんだ。ロックできずにただ2枚ハンデスしたって博士の研究でドローされて終わりだよ。あの頃と一緒にしないで。 HP だって増えてるんだから。たかだか10なんて何も変わらないよ。どっちにしろ X ボールで消し飛ばされる。だから BW の話をここでしないで。 BW の頃ですらやられると言っているんだゴチルゼル。ソードシールドに収録されることで舞い上がり、周りが見えていないのは君の方だ。ごめんね、トレーナーが探してるの。いいハンデス要員いないかなって。私マリンと一緒に活躍するんだ。マリンに手札を4枚にしてもらって、その後ねじ曲げて2枚ハンデスするの。素敵でしょ。じゃあねランクルス。ゴチルゼル。あれはゴチルゼル。ゴチルゼルどうしたんだ？ランクルス、本当バカだったよね。あんなに息巻いてあんたの元を去ったのに、結局トレーナーはあの後カラマネの VMAX を使った。私のねじ曲げるは2枚半です。あいつの大邪魔はたかだか1枚半ですなのに。悔しいな。ゴチルゼル。ランクルス、もしよければまた一緒に戦って。あれおかしいな、ここら辺にいると思ったんだけど。カラマネの VMAX を選んだトレーナー。ゴチルゼル、ここは隠れてて。おいトレーナー。おーランクルス、久しぶりだな。そんなところにいたのか。こんなストレージの端っこまで何しに来た？何って、 D レギュが下落ちするからさ。もうカラマネの VMAX あいつスタンで使えないんだよね。な、あ、せっかく耐久もあってファンデスもできて使いやすかったのに。だからさ、エクスラ電動でその耐久を生かして使いたいんだ。そのデッキにはランクルスを入れようと思ってね。つまりお前を探しに来た。え？ランクルスの特性ダメージスワップはメインアタッカーの HP がインフレして高くなればなるほど使いやすい。もちろん攻撃側もインフレしていて、こちらのアタッカーがワンパンされたら意味ないんだけど、 VMAX なら HP は300オーバー、さらにそこから伸ばすこともできる。エクストラや電動にある満タンの薬やポケモン回収サイクロンをより強く使えるんだ。ランクルス、お前の今後の相方は VMAX だ。僕はゴチラン以外でもやれるのか？でもライフシェイカーのゲンガーだっている。あいつは悪タイプであるカラマネロに乗っているダメ感は動かせない。それにユニラン、ダブラン、ランクルス、二進化でありながら全員がレベルボールに対応していて、それでいてミステリートレジャーにもちゃんと対応している。お前にしかできない。さあランクルス、共に行こう。ランクルス。さあ。ごめんゴチルゼル。共に行こうトレーナー。僕に新しい相方を紹介してくれ。なあ。
許さない。行くよビクティニ、全員滅ぼしてやるんだから。